♯♯製のスマートフォンアクオス SH-04F ドコモスマートフォンアクオスゼータ SH-04F は、♯によって開発された NTT ドコモの第 3.9 世代移動通信システムと第3世代移動通信システムとのデュアルモード端末である。ドコモスマートフォンの一つ。SH-01F の事実上の後継機種で NTT ドコモ向け端末では初となる3辺境額縁のEDGESTデザインを採用している。なお、本機種よりブランド名が従来のアクオスフォンから同社の AV 機器と同じアクオスへと統一されている。NTT ドコモの2014年夏モデルのスマートフォンでは最大級となる 5.4 インチ FHD 液晶を搭載しており、画面占有率が約 81% に達した。また 5.4 インチ FHD 液晶を搭載しながらも横幅は約 74mm に抑えられている。また、IGZO 液晶が強化されており、3300mAh の大容量バッテリーと合わせることによって約4日間充電せずに使用可能となっている。カラーバリエーションは3色でありそれぞれの質感が演出されている。オレンジ、マット、ブラック、グロス、ホワイトスムース。グリップマジック機能は従来からのボタンを押さなくても手に持つだけで画面スリープが解除されてロック画面が表示されたり、寝転んだ姿勢での無駄な画面回転を抑えるといった機能、着信時やアラームの音量を抑える機能に加えて、ポケットやカバンに入れている状態でも握るだけで、不在着信や未読メールがあることを、バイブで通知する機能や通話中に置くだけで、自動的に保留やミュートにしたり、スピーカーフォンに切り替える機能、メディア再生中に、机の上などに置くと、自動的に音量を上げたり、机の上や人目につく場所に置いた状態で着信があった際、発信者の名前と写真は表示されず、番号のみが表示され、端末を手に握ると名前と写真が表示される限り、シークレット機能が追加されている。それぞれの機能は事前に設定を ON にしておく必要がある。他にも、先代機種では廃止された赤外線通信機能が復活している。キャッチコピーは溢れ出る臨場感と余裕のスタミナ。IGZO搭載全身スクリーンアクオス。ありがとうございます。